車好きの愛車に乗り続けたい点々に答える。東京オートサロン2023のトヨタのテーマは、トヨタは車好きを誰一人置いていかないである。その本質は何なのか。プレスカンファレンスで、トヨダーキ社長はこのように語っている。2023年の日本は車好きの思いを、 世界に発信していくチャンスの年だと思っています。その思いとは、車好きだから。こそできるカーボンニュートラルの道がある。そして、車好きを誰一人置いていきたくないです。その一つが、カーボンニュートラルの時代でも、愛車に乗り続けたい点々。という挑戦です。現在、多くの自動車メーカーが、 カーボンニュートラルに向けた変革を進めている最中である。トヨタはカーボンニュートラル実現に対して全力で取り組むと語るが、正解がわからないからこそ選択肢の幅を広げることが、大事と一貫してマルチソリューションを唱えている。つまり国や地域によってエネルギー事情は異なるため、 パワートレインにも適材適所があるという考え方である。それは筆者もその通りだと思っているが、現実を見ていくと、新車への代替えが進めば問題は解決とはいかない。ちなみに日本ですでに利用されている保有者は、約7800万台、規範者への対応も必要だ。その対応はおそらく多くの人は、 古いから仕方ない。自分には関係ない、と思っているだろう。そんな中、トヨタはあの人気モデルを用いて提案を行った。それが AE86H2 コンセプトと AE86BEV コンセプトである。車好きがうなる演出。どちらのモデルもエクステリアは純正エアロ。ほどよくローダウンしたサスペンション。 19560R14。ポテンザ RE71RS& アイドリムのアルミホイール、渡辺と装着。インテリアは、ナルディのステアリングやブリットの。バケットシートの装着と AE86 の定番カスタマイズを実施。40代以上の車好きであれば。ああ、それそれ点点 と思うであろうパーツセレクトだが、注目はそこではなくパワートレインだ。AE86H2 コンセプトは水素エンジン。AE86BEV コンセプトはモーターに乾燥しているのである。水素であえてポート噴射に挑戦。水素エンジン搭載の AE86H2 コンセプトは、スプリンタートレーノがベースで、 開発、製作は水素エンジン開発を行っている GR カンパニーが担当している。エンジンはベース車と同じ 4A、GE のままだが、インジェクターやプラグ、燃料タンク供給システムを水素エンジン用に変更。これは2021年からスーパー耐久シリーズに参戦している。 水素カローラと基本的には同じ考え方だが、最大の違いは燃料噴射の部分だ。水素カローラは直噴式を採用するが、H2 コンセプトはポート噴射を採用する。水素エンジンの一番の課題は異常燃焼を防ぐことだが、必要な瞬間に必要なだけの燃料を吹くことができる直噴に対して、 ポート噴射はそのコントロールが非常に難しい。分かっていながら挑戦しているのは、ズバリ保有者へのコンバージョンのためだ。水素用の燃料タンクは、すでに実績のある燃料電池車、未来用、日本をカーボン製のキャリアで、多いラゲッジルームのスペース内に上手にレイアウト。ただし、水素タンクは法律で、 車室外に取り付ける必要があるため、フロアの一部を加工、元に戻せるレベル、し、室内と燃料タンクは遮断されている。車両重量はベース車プラス 55kg の 995kg とい、トンギリを実現している。水素の充填口は AE-86 の燃料給油口と同じ場所にレイアウトされ、 リッドの裏には、車載容器、総括商標や、水素に限るステッカー、コーション、リアハッチの裏には、車載容器一覧商標、リアウィンドウ右下には、燃料の種類を示すステッカー、水素,素、すが貼られるなど、細部まで純正クオリティを実現している。EV なのに MT を搭載点々、モーターを搭載する、 AE86BEV コンセプトは、カローラレビンがベースで、開発、製作はコーポレートで電動化を、牽引するレクサスインターナショナルが担当。ボンネットを開けると、4AGE があった場所にモーターがきれいに搭載されている。モーターは北米で販売されるピックアップトラック、タンドラアイ、フォースマックス、 パラレルハイブリッド用を流用。モーター単体での出力は未公表だが、タンドラのハイブリッド車 i フォースマックスとガソリン車との性能差は、50PS140NM なので AE86 専用 ECU 制御で、それ以上のパフォーマンスを実現しているのは間違いない。 さらに驚きは BEV にもかかわらずマニュアルトランスミッション、MT を組み合わせていることだろう。開発人は無駄なことは重々承知ですが、無駄を楽しむことも大事と語る。トルクは 4A、GE と同程度と予想するが、モーターは踏んだ瞬間に最大トルクを発揮するため純正の5速 MT から、 トルク容量の大きい GR86 用の6速 MT に変更している。バッテリーは先代プリウス PHV 用 8.8kWh を流用。リアシート、ラゲッジ部に上手にレイアウトするが、さすがにリアシートは取り外されにシーター仕様だ。充電は普通充電のみで、充電口は、 AE86 の燃料給油口と同じ場所にレイアウト。H2 コンセプトと同じようにリットの裏には電気に限るのステッカー。リアハッチの右下には、燃料の種類を示すステッカー、電気が貼られるなど、こちらも細部まで純正クオリティだ。ちなみに BEV コンセプトのみロールケージ搭載だが、 開発人にその理由を聞くと、特に意図はなく、ベース車両、中古車、すに元踊り自装着されていたので、と教えてくれた。車両重量はベース車プラス7 0ラムの1 0 3 0ラムと、b e v としてはかなり軽量に仕上がっている。ちなみにトヨタ社長はプレスカンファレンスで、実はリビンには EV の2文字が隠れており、 やっと搭載できたと語り、会場から笑いも。気になる走りはちなみにこの2台は、展示用のショーカーではなく実際に走行も可能で、筆者はその走りを富士スピードウェイショートコースで確認済みだ。AE86H2 コンセプトは燃焼が難しく出力が、十分ではないので流す程度の走行だったが、 軽快で粒が揃ったサウンドはガソリン車よりも心地よく感じたほど。一方、BEV コンセプトは直感的に速いと。感じるレベルでドリフト走行もこなしていた。外からはインバーター音しか聞こえないが、室内ではスピーカーからエンジン音、疑似音、すが聞こえるそうだ。さらにモーターなのでエンストはないが、 しっかりとクラッチ操作をしないとギアなりはするとのこと。2台ともベース車の前後重量配分よりも良い値になっており、ハンドリングに関しては、むしろ良いバランスになっているのも興味深いところである。と言っても現時点では、どちらのモデルも後続距離、どちらも 50km 前後びっくりマークを含めたいくつかの課題があるのも事実だが、 そう遠くないタイミングで解決してくれそうな気も。保有者のカーボンニュートラルという意味では、すでにスバルと共同で開発を進める CN 燃料の方が身近だと思うが、あえて難しい課題から挑戦を行っていく姿勢は、今のトヨタらしい部分と言えるだろう。車好きもカーボンニュートラルを自分こととしてもっと考えてほしい。 そんなきっかけになれそうな車の登場。今後の展開にも期待大だ。